日本代表戦外続く伊藤純也が週刊衝動道に研究みたいな。ウッチンの打の番組で。これから言えるようになっていくと思うんですけど、今は何も言わない方がいいと。今日は伊藤君が元気に過ごしてますよっていうのをお伝えするために来てもらいましたと。はい、これも番組で伊藤純也呼んでさ、日本でこんな大々的にやってさ、代表選ばれてないですけど頑張ってまーすってやっちゃったらさ、あの森保さんが言ってた、彼を守るためって何ってなる。<laughs> 呼ばれてないけど頑張ってるよって。僕呼んでもらって大丈夫ですよってことじゃん。 いや、彼を守るために世間的に、みたいな。<laughs> その配慮意味ないっていうのばれちゃってるっていう。マジ、出てこねえかね伊藤潤也呼ばない方がいいって言ってずっと呼ばないようにしてるやつ。ランス、ジャパンツアーするし。まあ、それの関係でね、こういう番宣みたいなことだろうからね。そこのなんかこう、呼ばない方側の理屈ちゃんと教えてほしいわ。絶対普通に呼んで、呼ぶじゃん。 で、言うやつ、ちょっといるじゃん。でも、普通にうっちの番組とか出すじゃん。で、その話題とか触れないようにするじゃん。マジで、1ヶ月で誰も喋んなくなるよ。か <laughs> なあ組織のね、敵は内側にあるパターンが一番厄介っていうのはこういうことっすよね。そうそう。なんか、有能な敵より無能な味方が怖いっていうね。なんなら、ポイチの配慮で思い出した、ね。いや、そうよ。ぽいぽいがああいう風に言うから、あ、そういえば伊藤樹也やってたなぁ。つって。 こうやって決着ついてないからスポンサー業をためろって。まあそういうことってなってますけど実際はわかんないですよね、内側で。3月から状況は変わっていない彼のために招集しなかったみたい。な彼が落ち着いてプレイできるよう彼の大切にしている人が落ち着いて過ごせるようになればチーム落ち着いて活動できるようになれば招集させてもらうみたい。なでね、これが今日ね、伊藤淳也の訴訟のやつで今日共同通信の方から 刑事告訴が、女性側の刑事告訴が虚偽だとして、伊藤淳也側が2億円の損害賠償を求めた訴訟について、大阪地裁から東京地裁に移送するそう、裁判の場所を変えるみたいな。っていうのが、えー、決定したみたいな。今日このね、代表発表の日にこれがちょ、これたまたまなのかね、これ。こういうニュースがちょうど出てくるから、なんか代表発表の日にぶつけてきたんじゃないかな、みたいな。だ移送する決定をしたのが5月7日付けなのよ。だ5月7日に、 移送する決定してんのに、じゃあ5月8日に発表すればいいじゃん、ニュース。5月24日に発表してんだよね。これ絶対代表発表にぶつけてきたよね。この辺がね、日本のマスコミの、まあいやらしさじゃない。ビジネスだからな、代表発表ありました。伊藤淳也呼ばれました。え、女性が、あの、裁判の移送を求めてますけど、みたいな。どうなってんの伊藤淳也っていう風になって、それで、 森保さんとかそういう会見でコメントされてみたいなだからそれを先読みして今回こういう情報入ってるから伊藤純也呼ぶと日本でこういうその裁判の件どうなんですかっていうふうに詰められるからっていうそういう配慮っていう言い方もできるよねただいつも言うけどそもそも刑事告訴誰でもできるから告訴した時点で代表から離脱させてるっていうのがまず握手だと、うん、これはもうずっと変えませんそう 推定無罪っていうのを、そう。これもう訴えたら勝ちって前言った。うん。じゃあもう週刊誌取り上げられたら日本サッカーぶっ壊せますっていう話になるからね。でも、そこで代表を離脱させるっていうのに、まあ、協会は判断したと。で、森谷さんはずっと伊藤を守るため招集してないですっていう。でもこれって、あのね、すごいおバカさんだなって思うんですね。これどういうことかっていうと、あの、僕は伊藤を守るためってより、あの、 JFA だったりとか、そういうお偉いさんたちの意向を守るためだと思ってます。あの、本当に伊藤を守るためだったら、もっと言い方、交わし方があるから。あの、JFA ってね、本当お役所仕事なんですよ。問題になってるから呼ばないでおきましょう。はい、そうですね。って事務的に処理する場所なんですよ。だから、この前僕が言ったみたいに、その、選手信じてる、伊藤もやってないって言ってる、で、刑事告訴されただけでそこの罪が確定したわけじゃない。っていう中で、しっかりその制裁処置みたいな、伊藤を代表から外しますっていう。 こういうのやったら、世間はそういうふうに捉えるし、じゃあそうやって JFA ぶっ壊せるよっていう、こういう論理立てで、じゃあここは伊藤をあのチームから外さないで、そういう質問とかシャットアウトしましょうと。で、電通とか絡んでるわけだから、別の方のマスコミで、いや女性側が虚偽の申し立てしてる可能性ありますよっていう、出た情報は消せないけど、もう一方の情報で、それによって世論を戦わせて、できるだけね、均衡を保つ状態。伊藤があいぞ悪いぞ悪いぞ,悪いぞっていう情報出てんだったら、そんなことないぞっていう情報も出して、ちゃんと、 そこはフラットな状態にして直接的な質問を受けませんとかそういうことできるんだけど僕はこれ普通だと思ってるんですけどそういうまあ頭使った対話はできないんですよそう本当にもうそれぞれの機関それぞれの人が仕事してお役所的に処理されるからで今回もそういうお役所的な処理なんですよ まだ伊藤の件が問題になってますね。今回こういう件出ますね。じゃあ伊藤呼ばない方がいいっすね。その方がスポンサーさんもいいですよね。みたいな。スポンサーが実際にそう言ってるかどうかなってわかんないし。スポンサー的にはね、それで呼ばないって何なんだとお前らのせいで呼べないんじゃないかっていう。むしろ風評被害だから、ね。で、そんな中でポイポイがやってんのは、あの、彼を守るためって言ってるんだけど、それが俺おバカさんだなって思ってるのが、今回さ、別に消化試合なわけでしょ。で、新しい戦力試せる機会なんですよ。 なんで、伊藤以外に二人ぐらい主力の選手、それこそ、もう、遠藤とかさ、富安とか、誰でもいいですよ。二人。伊藤以外の二人呼ばないで、で、それでえ、伊藤選手なんで呼ばなかったんですかって言われて、あ、今回主力以外試したいんでって言えばいいじゃん。うん、伊藤選手自身には何も問題ないですよって言って。現状、新しい戦力の発掘が必要なんで、チームの主力になってる選手たちに今回休養の、え、与えるのにベストなタイミングだと思いました。 で、その上で新しい戦力を発掘して、えー、チームの底上げに繋げたいと思いますって言ったら、何も言えないでしょ。真実なんて分かんないんだよ。森保さんの立場も考えて僕言ってるんですよ。あの、上の言うこと聞かなきゃいけないのが監督だから。だから僕はオーナーもやるんですよ。監督って上の言うことを聞かなきゃいけなくて、理不尽な言うことも聞きながら我慢して、もう強くできる状況じゃないのに強くしろって言われる職業だからね。だから、JFA だ、もしかしたら JFA がスポンサーかなんか言われてるかもしれない。これもう絶対言ってるなんて言えないからね。 っていう時に、えー、今回も伊藤純也呼ばないでねって言われて、いや、ちょっと呼びたいっすよ。かわいそうじゃないですか、彼。って言ってる森保さんと、わかりましたって言ってるだけの森保さん、どっちかわかんないけど。っていうふうになった時あー、スタッドランスで LINE にするんだ。じゃあもう最悪だね、それね。矛盾出ててる。森保さんが、その、上に言われて従っただけの森保さんなのか、上は言ってないけど、森保さんの判断で、この言葉通り捉えたらね、森保さんの判断で、伊藤純也守りましたって言って、むしろニュースになって、ヤグニュースランキング一位だうしね。うん、そうだから、 そう上を忖度しながら伊藤純也を守るんだったら取れる方法は別にあったし上に忖度しないで本当に森保さんが伊藤純也を守るために呼んでないとしたら、うん、ちょっとおバカさんの方法を取ってるなと思って相変わらずだなって思いましたね。でこれがなんで日本代表の弱体化つ,つながるかっていうと僕は言ってないですけど世間的な言われ方だと気持ち足りないとか強度足りなかったとか言われちゃうそもそも戦えてないみたいなこれマジでサッカーやってる人よりそう経験してるだろうけど 戦おうと思っても気持ち乗ってこないと戦えないとか、ちょっとした不信感が監督だったりコーチとかにあると戦えないですよ。で言うとアジアカップでああいう離脱の仕方を伊藤がしてるじゃん。で、それに対して、まあ納得してない選手多いでしょ。で、それを守れてない森安さんも見てるじゃん。ってなると森安さんが戦術的なところは何もないっていうのはさ、もう内外に知れ渡ってるじゃん。もう中の選手たち言っちゃってて、外もね、なんか詰め隠してるって言ってた人たちももういないし。ってなると森安さんに残ってるのは、 選手を思いとか、そういう人としていい人みたいなとこだけじゃん。その人としていい人って部分が、もう、この対応してたら、あ、なんとなく優しいっぽい。うん。波風立てないだけなんだ熱い人、優しい人じゃないんだよ。波風立てない人ってなるだけっていう。森保さんが唯一持ってる武器も、もし JFA が森保さんにこういうことだからよろしくって対応させたんなら、森保さんから武器を奪ってるし、森保さん自体が本当にこれがいいと思ってやってたんなら、そもそも、 器がなかったっていう。で、そういう監督に選手ついてきますかっていう。なんならパフォーマンスで伊藤呼べないんだったら俺辞めますぐらい言わなきゃいけないよ。選手の前ではね。あの、記者会見で言うって意味じゃないよ。監督ってほ本当にそう思ってるって選手に思わせるぐらいの圧を出すじゃん。で今回は、伊藤のとこ守れないんだ、監督みたいなで。世間的にそう言うだけなんだ、みたいな。今回守り方があったからね。その守り方を選べない、うん、知性の乏しさと、その守り方っていうのがこれだと思ってるんだったら、 それはもっとやばいから。そう。だから僕は日本代表の弱体化に、この伊藤淳也をどう扱うかっていうのはめちゃくちゃ出たと思いました。そんな監督と JFA、そういうフロントのね、元ですけど、日本代表の選手たち頑張ってください。応援してます。 Thank you